ファイヤーフライはゲイミスのソースに基づくインテル語感 X86、X86 から64プロセッサのための非経験的計算科学プログラムである。しかしながら、ファイヤーフライのソースコードの約60から70%、特にプラットフォーム特異的な部分や数学関数、量子科学的手法は大幅に書き換えられている。ゆえに、ファイヤーフライの計算速度は オリジナルのゲイミスよりも、著しく早い。ファイヤーフライの中心的な管理者は、アレックス・グロノーフスキーである。2008年10月から、このプロジェクトは、ゲイミスとはもはや関係がなく、ファイヤーフライという名称が作られた。2009年10月17日まで、どちらの名称も使うことができたが、それ以後は、ファイヤーフライという単独の名称で呼ばれなければ、ならない。 2009年12月4日現在で最初の PC ゲイミス Firefly バージョン 7.1C より前の PC ゲイミスのバージョンに対するサポートは終了している。ゆえにサポート期間が終了した PC ゲイミスバイナリのユーザーは PC ゲイミスの使用を中止し Firefly にアップグレードする必要がある。ありがとうございます。